園芸農業家などもありますからね、はい、あそこ見てほら、はい、はい、金なんかぶら下がってなんか、お、気づかれました、あれは気づきました、忍者みたいですけど、なんか見てください、ほらなんかぶら下がってる人がいます、はい、あれがユニークな事業のもう一つ、そうですね、はい、あれがツリーイングっていって、はい、木に高い木に登る、安全に登る、登り降りする、技術を身につけているところです。あ、あれもこれもまた講習なんですね。そうですね、じゃああちら行けば教えてくれるんですね、はい、じゃあ、はい、小林徹先生の方にバトンタッチしたいと思います、はいはい、どうも先生ありがとうございました。若さんでした、すいません、ありがとうございました。じゃあ小林先生がいらっしゃるということで行ってみましょう、はい、はい、こういうどうも皆さんこんにちは、こんにちは、お邪魔します。ご紹介します、このツリーイングを教えていらっしゃいます小林徹先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このツリーイングっていうのはね、はい、面白いですね。これ今何やってるんですか。ロープを使って木登りをやってます。木登り、これさ登り方もまたユニークですね、うん、そうですね。これ何のために登るんですか。これこれを林業に役立てようかと思って、はい、これをやってるのは林業に取り入れようとしているのは全国でここだけなんですけども、静岡林高校だけがこういうのを取り入れてると、はい、これ例えば高いところ登ることによって枝打ちとかするんですか。そうですね、鳥取県でも林業をやってられる方が高齢化が進んでまして、その言われてる枝打ちだとか、はい、高いところの作業が難しくなってきています、こうしたツリーイングというような魅力的な技術を取り入れることで、はい、若い人たちが後継者となってくれたらいいなと思って取り入れていますね。高齢化してくるとなかなか、ね、高いところ登れないですね。登山家が使うようなロープでね、こういう林業に役立ってね、枝打ちとかをね、そういうことやってらっしゃるということなんですね。見ますと、はい、私気になっちゃった目の奥にですね、はい、あちらもなんかぶら下がってる人、おー、あれはまたあの木と木の間を、あれ動けるんですか、そっから。それあ、動いてる。あれはまた今何やってるんですか。あれ小川さん、あれは何でしょう。あれはね、トラバースと言いまして、はいはい、木と木の間を地面に降りることなく横に移動することができます、はい、はい、それで、はい、枝打ちをやったりとか、枝の先の木を切ったりとか、はい、そういう作業が可能になりますね。うん、横に移動するということは下に降りなくていいということですか。そうですね。ああ、一回一回木を降りてね、うん、あ、隣の木にも移れるわけだ、ああやってね。はい、おっしゃる通りです。じゃあ労力も少なくて済むと。はい。ああいう技術もね、取り入れて。だ少しでも省力化することによって林業に目を向ける人を増やそうというね、こういった技でもあるということなんですよね。はい。はい、さあ、でですね、我々の目の前でこうやって登ってます。はい、これどうやって登るのかちょっとね。面白いんですよ、見せていただこうと思って、ね、これは僕も時間があったらね、これ登ってみたいんですけど、うん、はい、これ僕らが登ってもこれ平気なんですか。108キロ今ありますけど、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、はい、ちょっと教えてください。これ、はいはい、これが、はい、あのツリーイングの基本的なシステム DRT っていうんですけども、はい、この結び目が大切でして、はい、この結び目はこう上下には自由に動くんですけども、はい、体重のかかるこちらからの力には絶対落ちてきません。はい、こうここに体重がかかるんですけど、なんぼ引っ張っても大丈夫と、こういうシステムですね。秘密がね、はい、そうです。昨日 SL 動かした藤波さん、はい、これ引っ張ってみたらどうですか、はい、大丈夫ですか藤波さんでも、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、じゃあちょっと待ってください、はいはい、これとこれを持ってください、ね、はい、108キロあります。はい、せーの、よっ、おお、せーの、よっ、足浮いた、足浮いた、おお、はい、全然、はい、びくともしません、びくともしない、はい、全然いいですね。だからこそ人間を支えられるわけですね。そうですね、これね、どういうふうに登っていくのか見ていこうと思います、はい、で、今日は先生にですね、はい、ヘルメットにカメラをつけていただきました、はい、上からの映像も楽しもうと思います、はい、では、先生お願いします。お願いします、はい、わかりました。あ、端っこに足を入れて足をかけまして、スッと、あ、なるほど、足にも同じような結び目をしたものがあるんで、ね、あの足を使って足でこう、蹴って上に登っていくんですね。はあ、本当岩を登るのと一緒なんですね。本当ですね、はい、スルスルスルって、あ、これだったら全然平気だわ、はあ、いやいやいや、なんか見事ですね、あっという間に。はあ、こういう登り方もあるんですね。はい、おお、はい、ちょっと待っててください。へえ、 あっという間にあっという間でしたね。はあ、あの上からの形式ってどうなるのか、じゃあちょっと登っていただいて見せてもらいましょうか、はい、どんな感じになるんですかね。はい、ああこんな感じ、あ、私たち映ってますね。あ、結構目線が違うんじゃないですかね。ねえ、見晴らしもいいのかもしれませんが、楽しそうですね。でもお仕事のために登るわけですから ね、 ね、はい、すいません、どうもありがとうございました。降りてきてください。
さあ今下でちょっと改造していたのが、加藤くんですかね。はい、あのこれなんか高いとこ怖くないですか。最初登った時は怖かったです。じゃあ普通のじゃあ山の中の木でもこうやって登っていくわけだ。はい、でも目線を超えた高さになると、うん、恐怖心が出てきます。だろうね。じゃあこちらのじゃあ生徒さんはみんなこういう経験をするわけ。この川を選んだ人は、この川をね、うん、でもなんか楽しそうに見えてしまうのは、ね、よくないのかな。楽しいの辛いのどっちがいいんですか。これでも上がった時の景色が綺麗なので、はい、すごい楽しい授業です。そうですか。マジでね、授業受けられていいですね、うんうん、だからこういうのも、はい、あのユニークな授業って一口に言いますけども、うん、はい、やっぱりそういうことを、はい、どっかからに林業に目を向けてもらおう、うん、人共に生きてるんだよっていうのを目を向けてもらおうという取り組みの一つでもあるわけですよね。ここでこういうね、授業取り入れられて、まあ、皆さんいろんなところから興味持って来られるんじゃないですかね。ねえ、そうですよね、はい、でもね、今日がちょうどね、授業最後の日、つまりもう卒業近いわけでね、どんな3年間の高校生活でしたか。3年間のこの最後の年のツリングの授業で、このツリングをやってみて、初めはロープだけで上に登るのは怖かったんですけど、何回もやっていて、その上に登った時の景色が綺麗で、四季とかも自分の普段とは違う視点で見れたので、すごいいい技術だと思って、この3年間一番最後のツリングの授業が楽しかったです。やっぱりちゃんと伝わってますね。ちゃんと上まで登れたらすごい自分のいい自信になるだろうね。自信につながるだろうね。小林先生ちゃんと伝わってます ね。ありがとうございます。うん、こういったいろんな先生がね、はい、いろいろいろんな授業を編み出して、はい、次こう生徒こういうのがいいんじゃないか、はい、こういうのがいいんじゃないかといろいろやってるということなんだね、はいはい、どうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それで、で、今日は授業が最後の日と、はい、今日はね、いうことで、実は 1,2 年生が集まって、はい、3年生にメッセージを送ろうじゃないかということで体育館に集まってくれてるんですね。はい、来ましたね。行きましょう。で、皆さんも後で、はい、では来てください。どうも、すいません、ありがとうございます。